今回挑戦するのは1番くじブリーチ千年決戦編。我が家は初挑戦のブリーチ1番くじ。今回は葵の最推し朽木ルキア不在ですが、こちらも大好き黒崎いちご白夜人様もフィギュアで登場。ゲットはかなり難しいが、ラストワンだらきケンパチも見逃せない。恐ろしいのは解消にタオルとクリアファイルというツートップフォローが存在していること。新年一発目の一番くじ、上位賞連打で華やかに飾りたい。今こそ見せろ攻防一体の挽回。旋回ハマり影よし、上位でハマって回を切る。白逸すらも切り捨てる。後手13体の名にかけていざ尋常に。新年明けましておめでとうございます。みなさんこんにちは、アクエ TV のあおいです。かわおもーイエーイ。さあ、あおいさん、今回は何回挑戦したのでしょうか。15回挑戦しました。それでは早速引いてる様子をご覧ください。はい、今回はですね、最近お気に入りのお店にまたやってまいりましたよ。はい、こちらのねお店、一会計10回までというね特殊ルールではあるんですけれども、3人で行ってますんでね、最大30回10回10回10回で引くことも可能です。まずは10回で様子を見るというかね、この10回でフィギュアを抜きたいですよね。うん、葵は何といってもお目当ては黒崎いちごのフィギュア A 賞ということですね。はい、まずは A 賞を見事に引き当てることができるんでしょうか。できるんでしょうか。はい、よし、じゃあ切ってみて、どうかな。クリアファイル、クリアポスト、はいはい、これで下ね、下3つ。タオル、どうだろう。クリアファイル、そうかそうか。最初の10回は残念でした。ラスト5回にかけたいと思います。ご覧ください。はい、最初の10回ね、 D 賞 E 賞 F 賞のみというねスタートでしたけど、今年はね我が家最大で15回までに抑えようというね目標でやってますんで、5回ね、ここで出ればいいかなと。出なかったらちょっと考えましょうということで、5回勝負です。はい、お願いします。お願いします。よし、うん、頑張ってつらいね。これは。
まあ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 ね、よかったね。結果発表です。 F 賞タオル8本ゲットしました。 E 賞クリアファイル4個ゲットしました。 D 賞クリアポスター2本ゲットしました。そして A 賞黒崎いちごフィギュアゲットしました。イエーイ。今回は一番くじブリーチ結果報告編でした。ワクワクドキドキ、いちごが出るかなと思って弾いてました。超嬉しかったです。これからもくじの開封、結果報告、どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは次回、開封編でお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。